はい、こんにちは、柴崎です。お元気ですか？はい、ねえ、よかった。まあ多少ね、まあ柴崎もそうだけど、多少ね、年取ってくるとどっか調子悪いんですけども、それでもね、気持ちでね、楽しく絵を描いて乗り越えていきましょうね。はい、あー、いよいよ始まりますよ。今回も柴崎があなたの作品を見てお直しするコーナーの始まりです。さあ、今日はどなたの作品かな。ちょっと、いつものね、抽選をしたいと思います。はい、じゃん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 、ありました。はい、よいしょ。はい、この方です。はい、じゃあ52番の方ね、どんな絵かな。ちょっとパソコンで探してみますね。はい、あったね、ほら、ありました。はい、52番の方です。この方はね、アメリカの方で50代の方ですね。タイトルがグラス、グラスでいいかな、発音が悪いね。グラスですね。それで、透明水彩で描いたそうです。素敵だね。もうこのガラスがね、光が溜まってバーッとこう輝いてる感じとかね、もうとってもいいですね。では早速、柴崎がこの絵のどこが良くてどこを直しするかね、やってみたいと思います。はい、この作品ですね。ねえ、素晴らしいね。待ってください、なんと書いてあるかな。グラスですね。はい、もうこね、この絵のいいところ、まずね、もちろんグラスをバンって書いてるんですけども、後ろに暗いものですね、これをオーバーラップして、グラスのこのね、ピカッとかね、この光る、この光っていうものをね、強く表してよ、ね、この暗い影、暗い要素、この光を表すために、その工夫がここにあるんですね。これが素晴らしいです。もちろん水彩絵の具の扱いもね、とってもいいですね。ウェットインウェット、この辺は、まあ、少しこう白でね、ガシで描き起こしたのかな。そしてやっぱり狙ったこの光ですね、これもなかなかよく出てるし、グラスの透明感も表現できてますね。だからもう基本的に柴崎はもうやることはないんですけどね、そのくらいね、物の特徴をよく捕まえるために配置、明度を工夫してるっていう点が素晴らしいです。はい、まあそうですね、まあ、直すところは、まあ、確かによく見るとこうなんだよね、きっとね、こうなんだけども、あんまりこう克明に説明するとかえってその何か訴えかけてくるものがね、弱くなるってのがね、絵の不思議なとこなんですよ。だからまあ どこをどの程度描くかっていうね、まあ難しいとこですけども、まあ、あまり克明に描かない方がいいかなっていうところは、こういうとこもそうなんですけどね、まあ、注意点です。あとですね、この楕円のこの切り口で見ると、この床のこの線の方向はちょっと間違ってるかなと思いますですね。これはだいぶ視点を低くして見てますので、この線はこのようにはならないかと思いますね。その辺を少し直しておきましょうか。はい、じゃあやってみますね。はい、じゃあこんで、まあ一部でいいかな。別にこう向いてなくていいね。グラスね、ね、楕円も綺麗に描けています。もうちょっと細いかな、楕円がこのくらいかな、こうだね。そしてこうなって、ここが何角形かなってんのかしら、ちょっと分からんが、分からないんですけど、こうなって、ここにこれお水が入ってるのね。これお水が入って、ああ、こうやってカットしてあるのかな、こうやって。こんなふうにカットしてあるのかしら。ねえ。こう、こんな感じ？
で、これがこう、ちょっと想像なんですけどね、こんな感じかな。少しこれもうちょっと開いてる、このくらいのグラス、こんな感じかな。そしてその後ろに暗いものが、ね、もっと下まであるのかな。これに重なってこうなってんだよね。はい。床の線はもう少しこう下げてもいいんだけどね、本当はね。こうやってどうでしょうか。あ、でもこれがこう映る、つこあんのか。じゃあこのようにしましょう。こうですね。もう少し平らですね、多分ね。この見え方だとですね、こんな感じかわかんない。そしてこれがここに映って見える、違うのかな。これは何だろう、映ってるんじゃなくて、なんか別個にある、そこら辺が少しわからないんですけど。でここに光は抜けてるんだね。これが影がこっちこう差し込んでんだ。はい、これでまずもうね、ウエットが素晴らしいですね。まずイエローのような色で、でここが透けて見えてんだよね。だから当然その色を入れなきゃいけない。まあ、入れちゃおうか。こうやってですね。うん。それが素晴らしいね。ウエットインウエット。こちらもこうなってるんですね。それでそこにパープル系の色が入ってきてるんだ。もうちょっとこんな色かな。こんな色。こうなって、こうなって、まあ全体にこうなんだね。で、こっちほどそれが多めにした。こうなってる。うん。こうかな。で、こうなってるんだよね。ね、うん、それでそんなにいいかな。はい、うん、こっちもちょっと入ってる。それでこれで、じゃあちょっと乾かそうかな。はい、そしたらだね、光ってこう見えてる色ですね。これをこう紙の白をできるだけ残すように入れましょうかね、割り切って。ええ、かな。そうですね、この辺りも、ですね、うん、からちょっと色を入れて、でもこれのこう色をよく見てますね、確かに。それが素晴らしい。こう、なんていうか、こう表現するときですね、パッとこうスピード感のタッチでこうやると、まあもっと硬いっていうかね、ガチンとしたような質感が出やすいんですね。黒っぽい色、まあ、黒でもいいんですけど、思い切って暗い色ですね。で、とにかく
割り切れましてですね。で、こう光った感じっていうのは、こう明るいとこと暗いとこがこう同居してるっていうかですね。そういうもんですよね。だからその特徴はね、非常によく捕まえてると思います。ね、やっぱり本物をこう観察してですね、こう見てみた方がいいし、ね、初めて分かることですよね。本物見ると、あ、こうなってるんだみたいなね、ことがこう見えてきますね。先ほども言ったように、こう割り切った筆遣いですね。もうこの水彩のね、こうタッチの効果ですね。それを生かしてあげると、こうなんかね、光った感じ見えてくる。で、こうやって描いてきたら、今度はこうね、すごく明るいところを今度限定していくですね。こうあまりいじりすぎないようにしながら、すごく明るいところをこう限定していく。そうするとだんだんこうピカピカとこう見えてくるんですよね。まあ、そうですね。こんなとこなんかも。ここなんか、あまり明るくないんだ。こうなんだ。ね。こんな感じですね。だから、それで、なんかも、こんな雰囲気。それで、まあ、こうやってですね、こう、まあ、縦のタッチなんかもこう生かしてですね、まあ、全部もこう透けて見えるんでしょうけども、どこどこ、こちらからのね、なんかガラスの存在みたいなものを、こうやって少しこう描くといいんですけどね。ね、ガラスがなんか描いてみたいですよね。それで向こう側がこう光ってるんだよね。こうところどころこうやって太く描いたり細く描いたりですね。こうと飛ばしてですね、こんな感じかな。で、またここのところも薄い絵の具で、こう少しちょっと縦のタッチも入れてみるんまあ、こちら側の線の方がこうちょっと強い方がいいですね。あと、こう線に奥行きが出てきますね。こう手前の線ですね。ちょっと書き起こす。こうやって奥行きをつけるためです。ここでね、ちょっとお知らせです。柴崎はね、チャンネルメンバーシップをやっております。メンバーにね、なっていただきますと、柴崎の作品のね、データを、ダウンロードできたりね、また、少人数のね、ライブ配信に参加できたり、もう特典盛りだくさんです。ご興味ある方はね、メンバーになるというね、ボタンをクリックしてみてください。それで、なんかここにね、
暗い器物があるんだよね。素晴らしいですね。こうなんだ。これをね。それで、こんな色を重ねて、こうかな。こうかな。こうなってんだ。まあこんなことだね。でこれがここら辺まで暗く見えて、ああこうなんかこうやってなんかドライブラシ風にもこう描いてるよね。なるほど。でこっちを描くんですけど、問題はここですね。これを暗く調子を入れてきて、でここですね。白く残してこれをまたこっち入れるんだよね。うん、こんなことね。でこれが水面にこうちょっと映るみたいなね、こうやって描くといいかなと思います。ここ、ね、でここはこうですよね。こうしてここのヘリを作って、これはこっちに伸ばし、はい、でこっちをこうやって暗く描いてこう作ると。そしてこの時ですね、この白いとこがね、まあせっかく残ったんですけども、どこどこね、こうやってね切ってしまった方がいいですね。はい、その方がなんか 白さがね、こうありがたいうん、こんな感じ。だからまあここがうまくいってますからね、いいじゃないですかね。でここになんか色がこう入ってね、よくこういうの見てらっしゃるし、ね、なんかこんな色も入ってんの、なんかすごくいいと思います。ね、でこっからパッとこうだよね。こんなんなってる。はい、ここはちょっとなんかわかんないから書かないね。後ろのあれはね、まああまり濃くもいかないで、こうやって、まあ、柴崎いつもやるんですけどね、筆をちょっと割って、なんかこんな感じに、ちょっとこうシルエットでかかるだけにした方が、ね、いいかなと思う。うん。それでいいのかな。まあ、こうやって。とにかくね、光ったね、あのね、白いところを限定するんですね。だから、まだ白すぎるなと思って、こう色をかけて、本当に白いとこがありがたいというふうにこうね。でもこうやって言うとやりすぎていつの間にか紙の芯がなくなってしまったりすることがあるんですけども、はい、まあですね、まあ見えるとこっていっぱいあると思うんですよね、よく見ようとすると。でもそれはまああんまり やりすぎないっていうことですね。うん。と、あ、そっか。
ごめんなさい、それで床の線画だからですね。もっと こういう方向だよね。こういう方向、はいですね。うん、もういいとこいっぱいですね。ここですね。オーバーラップ ですね。もちろん、まあみんなうまいかな。あんまり書くことないんだけどですね。そうですね。まあ、じゃあ何かもっとこれですね。こっちに書こうか。筆使いシャープにね、線の方向に注意ですね。はい、以上です。はい、書きましたよ。こうですね。もう本当に上手でね、こう水を入れたグラスのね、その光とかね、透明感、非常に よくできてたんですね。素晴らしかったです。また送ってね。はい、ということで、ね、あなたの絵も待ってますよ。もうどしどし送ってください。あなたのね、作品の送り先、この動画のね、紹介欄、そこの応募の URL ね、貼っておきますので、そちらからね、お願いします。さあ、今回の作品は評価はいくつだろうかな。ね、最後に発表します。ということで、今回もね、終わりまで見てくれて本当にありがとう。もう正直も本当に頑張りがいがあります。次回もお会いしましょうね。それではまた。ありがとう。